おはようございます。千倍返しだということでですね、今日9月27日ですね、半沢直樹の最終回の日でございますというところでちょっと急遽ですね、今日来ることになりました。お休みの予定だったんですけど、割とちょっと海のコンディションがいいので、イギングだと思いますね。ちょっと今日は調子がいいかわからないんですけども、ちょっとストックを準備したいので、イギをアオリイカをたくさん釣りますね。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょうかね。まず浅場ですね。今日もエギングの人多いですね。浅場に皆さんついてますね。ちょっとこの中からキャッチするのは難しそうですけど、やるしかないですね。頑張っていきます。どんどん変えよう。ちょっと移動してきましたね。めちゃくちゃすんだよな。超すみしようじゃん。ちょっと潮が澄み気味なので、ナチュラルカラーを投げていきましょうかね。あんまりつかないんですけど。あー、移動かな、そろそろ。どこにって話だけど。厳しいですね。ちょっと潮がめちゃくちゃ澄んでるし、30分だな。ダメですあ、本当ですか。大きい。あ、本当ですか。はいはいはい。あ、本当ですか。お母さんも全然ダメだった。再びちょっと浅場ですね。ゼロはまずいぜ。釣れないっすよ、マジで。これかな。おお、来た。ちっちゃいか。バリちっちゃいの来た。ちっちゃいよ。あ、でも持ってかれるか。よっしゃー、やってきた。持って帰れそう、ギリギリ。あれ、向きが当たり取りてえなー。お、あら、違うか。違うか、今の。おお、ほらほら、やっぱりいたよ。追っかけてきてたんだ。受け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 、早く早く早く。よし、いいサイズじゃない。またこれ。よっしゃー、どうも。あ、ちょっとちっちゃいかね。墨汚れちゃった。うん、やっぱ一杯しかないのかな。あ、ボイルしてるし、ここダメかもな。いや、ちっちゃい時な、なんか生きに行ったんすけどね。静かだ。昔はな、なんか俺、親父と釣り行ってもすぐ帰ろうって言ってたのにな。釣れなかったら、なんでこんないつまでも帰れなくなったんだろうな全然帰る気ないもんね。もちろん時間が来たら帰りますけど。すごいな、この執念というか。まあね、体力、根性、気力大事ですよね、スポーツでも。
結局釣りもそこが左右、そこに左右される時もありますもんね。最後までやり続けられる人みたいなね。そしてその経験を無駄にしないっていうね。お、違う。なんだ、いるのかそこに。違う、今のぬーってなったけど。あら、いた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 、泣いてた。わあわあ、ごめんごめん、全然気づいてなかった。おおおおおお、引く引く、かわいい。ぐんぐんえへへ、ああそこそこいいんじゃないか。使おうか。うわー、あー危ねーけど、食らったけど、あー前から多分行ったからかな。キャー、ちょっと待っていやーあー、とりあえず、とりあえず君はなんてことしてくれるんだよ。ちょっとどうする、これ。イソスジがすごいな、やっぱり最後はこれか。うん、ちょっといいサイズじゃん。おお、なんか軽くなったと思った。当たってたよ。もうサブロットで今日ずっと行こう。君は、あ、いい、いいサイズになってきた。興奮するなって。おいおいおい、落ち着いて。釣れそう釣れそう。うわ、それそうなんだけど。ほらほらほら、持ってたじゃん。あー小さいかな。ほらほら、釣れた。あー、すみちゃいてる。あー、これちっちゃいか。いくよ。あ、これはちっちゃい。あー、ごめんね。さあ、もう一杯ぐらい出るかな。久しぶりに最終便までやってます。ちょこちょこって感じですね。はい。よし、終わり。よし、終わろう。よし、はい、ということで帰ってきましたね。というところでご飯食べようと思います。今日はちょっと料理編はカットさせていただきますね。はい、ということで一応天丼を作りました。こんな感じ、ちょっと油があんまり良くなかったかな。天丼作りましたね。これで今日は食べたいと思いますね。はい、絶対に美味しいことも分かってるんだよね。けども美味しさを伝えたいなと思いますね。
うん、やっぱうまいね。うん、甘い甘い。うん、うん、本当に。うん、うん、うん、めちゃくちゃうまい。うん、はい、ということで情報共有したいと思いますね。今日釣れたあのイカ5杯釣れたんですけども、全部釣れたエギは同じです。1種類ですね。釣れたエギはこれですね。デールさんが出しているリアルイソスジエビですね。これで今日は全部釣れましたね。タイプとしてはちょっといろいろあるんですけど、タイプとしてはキャストプラスかな、 EG 級キャストプラスっていうタイプのリアルイソスジエビですね。ダート性能が あるっていうのと、パタパタフットがついているタイプのエギになりますね。今回しかもこのエギで全部釣れたんですけど、エギングするにあたってどんな竿とかリールとか使おうかなって多分考えていらっしゃる方いると思うんですけども、ちょっとですね、今度ですね、そのうちちょっとすごい安いタックルを使って釣るっていうのも来週ぐらいにやれたらいいなと思っていますし、ちょっと今日釣ったのはですね、これも毎回というかとくとく紹介してるんですけども、今日はこのエギで全部もうサブロットとサブリールで釣りましょうというところですね。で、これなんですけども、一応このリールは最近買ったんですけども、新しいレガリスっていうダイワさんのリールですね。7000円くらいで買えるリールなんですけども、ちょっと会社の方がちょっとプレゼントというか、ちょっとですね、会社の方のおかげで買えたリールになっておりますね。素晴らしいリールです。これ軽くて小さくて、はい、でも全然この7000円、ちょっと7000円高いんですけど、7000円のリールで全然パイでできますし、秋イカでした。ちょっと春イカまだ試してないので、どのぐらいの重たいやつまで耐えれるかがちょっと気になるところですけども、秋イカは全然こういうリールで大丈夫ですし、あとこの竿ですね、これ携帯持ち運びやすいように、僕電車で釣り行くことが多いので、持ち運びやすいようにこの振り出し型のロッドになっていて、これ伸ばして使うんですけども、ちょっと硬いんですけど、このダイワのモバイルパック806なんですけども、ちょっと硬いんですけど、806でちょっと8フィート、ちょうど8フィートぐらいで少し短めで、ボートにはちょうどいいかなと思いますし、割とこれは35g かな ?35g までルアーを投げることができるので、エギングのみならずですね、ちょっとしたルアーを投げてですね、今だとサボとかが回遊してるので、そういったのに使うこともできるかなと思いますので、もう本当にこのリールで、リールとサオで、もう本当にチュッと本当に軽くやって、しっかりこう、エギをこう、フォールさせるっていうことさえできれば、多分チャンスは誰にでもあると思いますので、このリールと、あとこういったモバイルパック、モバイルロットですね。持っておくと、荷物にもならなくて便利かなと思いますね。で、なぜこの話をしたかというとですね、今日ちょっとまた嬉しいことにですね、僕のちょっと動画のこのチャンネルを見て、勉強してるとか、釣りに来ましたとかいう方がいらっしゃってですね、先週の3連休とかも結構そういった方にお会いすることがあったので、ちょっと参考までにですね、使ってる道具とか、今後もちょっと紹介していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。というところで、ゆっくり食べたいんですけども、飲みますね。本気に美味しくなったんだね、また。元に戻ったな。はい。というところでですね、今日はですね、今8時前なんですけども、あと1時間ちょっとしたらですね、半沢直樹最終回がありますのでですね、千倍返しなるかっていうところですね、やれるもんならやってみんなって言ってましたね。あのシーンどんな感じなんだろう。というわけでですね、ちょっと楽しみに、今から飲み始めて大丈夫かな、俺寝ないしかなっていう、めちゃめちゃ噛んだ。今から飲み始めて寝ないかなっていうところなんですけども、半沢直樹この後ですね、見ていただいてですね、ゆるゆる釣りタイムズの動画も見ていただければと思いますね。高評価とチャンネル登録お待ちしています。ありがとうございました。めちゃめちゃ噛んだ。3人まとめてというか、よかったですよね。ありがとうございました。